佐世保号佐世保号佐世保号は、福岡県福岡市と長崎県佐世保市及び、長崎県北松浦郡佐沢町を結ぶ高速バス路線である。西日本鉄道と西越自動車によって共同運行されている。本記事では、蒸気両車により運行される、福岡市とハウステンボスを結ぶ福岡、ハウステンボス線についても記述する。福岡市の博多バスターミナル。 西鉄天神高速バスターミナルと佐世保市の佐世保バスセンターとの間を結ぶ路線で、はじめは1966年に一般道経由の特急バスとして運行開始された。1982年に高速乗り入れを開始、1990年に九州自動車道、長崎自動車道、西九州自動車道経由の高速バスとしてリニューアル、大幅増便されて、 現在に至る、東路線の愛称である、佐世保号は、佐世保に由来するが、この愛称が用いられるのは、福岡側のみで、佐世保側では、同社の中高高速バス共通の総称である、ハイウェイエクスプレス号が用いられる。そのため市販の大型時刻表には、佐世保号とハイウェイエクスプレス号の二つの愛称が記載されている。一部の便においては、 佐世保市の松浦町国際通りや北松浦郡、佐々町の佐々バスセンターまで運行されている。また、別系統で、福岡市の博多バスターミナル、西鉄天神高速バスターミナルと佐世保市のハウステンボスを結ぶ路線も運行されている。座席は予約定員制であり、搭乗前に発見窓口や電話にて予約する必要があるが、座席は指定されないため全席自由席である。 サン区パスも使用可能。道路線は以下の三系統に分類される。太地は停車停留所。各系統ともクローズドドアシステムになっており、博多バスターミナル高速木山間のみ、または長崎県内の区間のみの利用はできない。平日67便、土日宿69便のうち8往復が、サザインター、サザバスセンターを始発、終点として運転される。 残りの便のうち、佐世保発の便はすべて佐世保バスセンターが始発となるが、福岡発の便のうち13便は、松浦町国際通りまで運転される。スーパーノンストップノンストップ、福岡空港を経由博多バスターミナル、佐世保バスセンター、博多バスターミナル、佐世保バスセンターに鉄天神高速バスターミナル、佐世保バスセンターに鉄天神高速バスターミナル、佐世保バスセンター、 カッコ内の数字は、佐世保、佐座発の上り便の所要時間。また、この数字は、最短所要時間である。佐世保行きは乗車のみ、福岡行きは降車のみ可能、福岡行きは乗車のみ、佐世保行きは降車のみ可能、佐世保行きの降車のみ可能、通過、経由せず、佐世保バスセンター発の早朝2便は、福岡空港国内線ターミナルに停車し、そこから、 博多バスターミナル西鉄天神バスセンターの順に停車する。スーパーノンストップノンストップ、福岡空港経由九州急行バスからの移籍車車内設備、サービス、編集かつて1990年の高速運行開始時からは、西鉄、西越え両車とも3列シートの車両を使用していたが、1997年頃から西鉄車は4列シート車両に置き換えられた。 西小屋社も、同時期より、新車は四列シート仕様に変更されていたが、2013年まで、使用されていた九州急行バスからの移籍車は、移籍前からの三列シートのままとなっていた。なお、西小屋社のうち2台は、元本州向け夜行使用車であるが、本路線への転用にあたり、三列独立シートから四列シートへ、車内レイアウト変更、仮眠室撤去、コーラルエクスプレスから、 ハイウェイエクスプレスへの塗装変更などの大規模改造工事を経て運用に入っている。これらの他にも、社内公衆電話、マルチステレオなどの設備やビデオ映画、飲み物、おしぼりのサービスもあったが、現在は廃止されている。佐世保市にあるテーマパークハウステンボスと福岡市を直接結ぶ路線でハウステンボスの開園と同日の1992年3月25日、 ハウステンボス号の愛称で運行開始された。サセボ号と同じく西鉄と西小井自動車の共同運行で当初は6往復設定されていた。ハウステンボス号しかし JR 九州が運行する特急列車ハウステンボスに比べ利用は低迷し、翌1993年には3往復に減便された後、2002年3月31日限りで、 ハウステンボス号は廃止された。廃止時点での停車地は、博多駅交通センター、西鉄天神バスセンター、福岡空港1から3、ハサミアリタインターチェンジ、廃棄田タの浦、廃棄支所、シルバーボール前、ハウステンボスの順で、ハウステンボス行きのうち1本は、天神バスセンターハウステンボス間、ノンストップ、1本は、福岡空港ハウステンボス間ノンストップであった。 この当時は、サセボ号と異なり、座席は予約指定制で、車両は当初から4列、シート、トイレ付き車を使用していた。西鉄側は1999年頃まで、紫色と白色のツートンカラーの専用車を使用していた。また、本路線の往復乗車券と、ハウステンボス入場券をセットにした、ハウステンボスセット券も発売されていた。 その後2010年10月1日に、佐世保号のうち1往復をハウステンボス系統に変更して、ハウステンボス号の愛称名は復活していないものの、福岡ハウステンボス間の高速バスの運行が8年半ぶりに再開された。運行は西小井自動車の担当だったが、2011年4月からは2往復に増便されるとともに、西鉄高速バスも運行を担当するようになった。 車両は、両者とも、佐世保港と共通運用している。現在は、佐世保港と同様、予約定員制で、事前予約が必要であるが、座席は指定されないため、全席自由席である。また3区パスの利用が可能である。福岡佐世保、ハウステンボス間の高速バス乗車券と、佐世保ハウステンボス間の路線バス乗車券、ハウステンボス1で、A、パスポートがセットになった。 ハウステンボス切符が発売されている。ハウステンボスハウステンボス博多バスターミナル。ハウステンボスに私鉄天神高速バスターミナル。ハウステンボス、括弧内の数字は、ハウステンボス初の上り便の所要時間。ハウステンボス行きは乗車のみ、福岡駅は降車のみ可能。福岡駅は乗車のみ、ハウステンボス行きは降車のみ可能。経由せず。ありがとうございます。